岡崎天満宮は愛知県岡崎市の課町に鎮座する天満宮である、通称天満天神、天満天神ともいう、神社本庁法かつかの神社で、旧社格は豪社。毎年9月23日から26日に行われる霊大祭は天満天神祭とも呼ばれ、農民神明宮大祭、菅尾神社の大祭とともに、 岡崎三大祭りの一つに数えられている。境内の梅の花も有名で、岡崎観光キラリー百選に選ばれている。本殿境内にある梅園社殿によれば、憲法5年8月23日、掃除山寺の鬼門よけとして、道の海命を誕生し、北の省に天神社を建立した。当時は伴い天神や譲る天神と称された。元禄三年。 菅原道真を行使して、岡崎天満宮に改められた。シャムは、掃除山寺が掌握していたが、明治維新後の神仏分離令により分離された。昭和初期の天満天神祭り9月に行われる、天満天神祭り9月23日から9月26日に、かけて行われる、霊体祭は、両朝、中大門、中天神、東中の四朝のみ、 長持ち歌を歌いながら、天馬宮まで練り込み行列する。名物であった大規模な奉納花火は、規模が縮小され、現在は中大門のみが境内で手筒花火を上げている。岡崎市内の梅園町一丁目、梅園町二丁目、梅園町三丁目、門前町、旧江門町、河口町、天馬通り一丁目、天馬通り二丁目、天馬通り三丁目、 天馬通り4丁目、天馬通り5丁目、十王町、明け町1丁目、東明け町、西中町、中本町、両町、中町4丁目、中町5丁目、中町7丁目、東中町、中大門町、中天神町が宇治湖区域である。ありがとうございます。